おはようございます。6月6日朝5時37分の相場解説になります。今日は土曜日なんでね、本来なら相場ないんですけども、ちょっと昨日からの値動きを見て、ちょっと振り返ってみようかと思います。これがね、昨日の深夜23時41分の1時間足なんですけども、線引いてますよね。今見えると思いますけども、まあ、ここがレジサポラインになるかなというふうに考えているんですよね。その他ですね、まあ、レジサポラインとしてちょっと分かりにくいんですけども、ここが1点考えられます。ここですね、ここを突き抜けた後、ちょっと分かりにくいんですけどね、私はここだなとは思ってるんですよ。まあそうじゃないという意見もあると思いますけどね。例えば別のところ、ここら辺じゃないかなという形もありますね。ここを超えたら割りにくくなるよっていうことですよね。まあでもいずれにしましても、こちらからドーンと突き上げた後、またね、これは昨日お話したのはこんな形でね、レンジというかフラッグみたいなのを作ってるよってことなんですよね。まあフラッグっていうのはレンジのちょっと斜め版といいますかね、まあ同じような部類に属しますけども、これを再度抜けたという感じですね。これをね、こう入っていって抜けたということです。フラッグっていうのはこういうふうに教科書で習うと思いますけどもね、フラッグ入った方向に抜けるというね、まあ、綺麗にフラッグを描いていると思います。で、こういうことが昨日の深夜見て取れるよっていうのが1時間足見てる時の形ですよね。ここからずっとレンジでいたわけですから、まあ、これを前提にね、今日の5時39分の値動きを見てみましょう。まずはデイリーです。このようにね、しばらく横ばいが入ったんですけども、まあブレイクしてこちらの方向にきっかりと上がってきたと。109円110円の方向に向かうよと、まあ引いてはね、もっともっとこう円安の方向に動いていくんじゃないかなと思いますけどね。で、4時間足ちょっと考え方整理していくときに、横ばいがずっとあったんですけども、そうですね、まあこんな感じですかね。横ばいがあって、これ覚えてますかね。横ばいがあって、まあブレイクはここだったよと。で、こちらのヒゲ先を越えたので、いよいよ大きな動きで上の方に行くんじゃないかなと。移動平均線もこういうふうにね、広がっていってますからね。で、まあここも右肩上がりになってきて、でついには直角に垂直に上の方に抜けたよっていうことですよね。まあ110円にはならなかったんですけども、110円の方向に随分近づいてきました。もともとはね、レンジを書いてた頃ってのは、まあここなわけなんですけども、いくらでしたかね、107円から108円の方向に向かうよという形でしたね。随分110円の方向に向かったと思います。これがまあ1時間足ですけども、トレンドははっきりしましたよね。まあですから、今週末に従って、まあ木、金と、引いていれば水曜日あたりから買いで入っていれば全て、ポジションは取れていたということですよね。という振り返りをもとにですね、来週の展望を見ていくんですけども、やっぱりね、この買いの圧力、買いっていうのはこちらですよ。この図から見たところ、買いの圧力はまだ衰えていないかなと思いますので、引き続き来週は買い戦略を取っていくんですけども、気になるのはこれですよね。ヒゲを出した後、陰線が集まり出しましたんで、もしかしたら、ここがね、この、ちょっと待ってくださいよ。4つ揃ってるでしょ、ここに。陰線4線、陰線4線で4つ揃ってますよね。だから、ここのヒゲの根っこが、ちょっとポイントになりやすいですね。ここですよ。ここ。ね。ですので、この後、同じように、このヒゲ先を、もしね、超えるような動きがもしあったら、その時はまたね、倍で入ればいいんじゃないかなと思いますし、このヒゲ先もしくはこの横の抵抗を境にですね、落ちていくようなことがあれば潮目が変わったと判断する、そんな月曜日を迎えていこうかと思いますね。で、本日は以上です。
それではね、まあ、月収100万から500万稼ぐ FX の初心者講座、こちらの方もね、この土日に上げていこうかと思います。お楽しみに。